沖縄散策始まるよ。はい、さあ、イフキです。連続なんですけども、1月の20と21日はですね、ヤンバルの物産展以外にも大野山で、沖縄花と食のフェスティバル2024がやっているということで、今橋を渡って大野山に向かっております。沖縄は暖かい日差しの中でですね、半袖でも過ごせるぐらいの暖かさです。なので私も半袖で、もう5時過ぎてるんですけど、過ごせております。花と食のフェスティバルなので、こういう感じで綺麗な花が飾られております。大野山に到着しました。花と食のフェスティバル2024です。いや、ちょっと回ってみたいと思います。キッチンカーも出てたりして、なんか最近のイベントって感じですね。焼き芋がいい匂いしてます。こっちは無料推奨事業ですね。こっちには骨汁もあるみたいです。ここは肉フェスタで優勝した肉汁餃子みたいですね。あっちのキッチンカーはタコ稲荷もやってるみたいです。気になるトマト梅というものを扱ってるお店ですね。ちょっと近くには行かないんですけども、これからまた撮影していきたいと思います。いい牛ですね。肉ですね、肉揚げて。それは食と花。お祭りなのでこういうゲームコーナーもありますね。そして定番の屋台です。運転してるのでビールは飲みませんが、いつかは飲んでみたいなと思います。うまいパン。お知らせします。ここは有名な写真草ですね。いつか別件で撮影に行ってみたいところです。個設のテントにはこういういろんなブースが入ってるみたいですね。行ってみたいと思います。マーサン市場、こちら完売したみたいですね。人気の商品がたくさんありますので、秋葉の屋台だったりお店があるんですね。大きな商品でしょうか。あ、いい匂いがしてます、ね、すごい花が、花祭壇だそうです。ここはピンク富士と来たかったですね。ピンク富士は最近忙しいのでなかなか来れないですが、18時までなので最後の折り込みですね。
花と食のフェスティバルにも行ってきたんですけども、いろいろ食べたいものがあったりですとか飲んでみたいなと思うのもあったんですけど、まあちょっと体調面も考慮して今回はまた我慢する形となりましたが、それではまたやさーい。この動画が気に入りましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。